とびきりの野生が、とびきりの好敵手を見抜い、ぶつけるぞ、全てを。まずは真っ向力の勝負が望みだ。ティクリオ、君のエリアだ。よくわかった。力の勝負は無理だ。いや、ニュン、案内取るのか。尻餅をついた体勢、顔面へもろに蹴り込んだ。シシ、打楽、ティクルの頭部内壁に起こる水穂の浸透、おそらくは数千回。ここで終わってくれるな。貴様、俺を食っておいて泣くな。よもや技の通じぬ世界があったとは無念だ。ありがとう、4000年。もう技は使わない。武が及ばぬを見ることはもうできない。父が与えてくれたな、母が与えてくれたな。烈英州が烈海を守る。ぐるぐるパンチ。作戦、戦法、戦略、効率と一切の計りごとを捨て去った。あの烈海王がグラグラって。ティクルは困惑。メス、何をしているのだ俺は。これは烈よ、そう冷たくするな。烈よ、お前が目指すお前、お前がなりたいお前、武を守るため、武をかなぐり捨ててのぐるぐるパンチ。武はお前を離してくれぬ。試されてるぞ、烈。委ねてみろ。とてもとても、委ねる。どこまでも、じゃあ。ということ。手応えあり。はい、二足歩行。はあ、気づけるのか、4001年目。それよりもさらに低い。近いものを一つ挙げるなら、これ。獣の戦闘態勢ならば答えよう。逃げぬ、かわさぬ、断じて迎え撃つ。中国武術を象徴するこの武器、宝剣。刹那、獣の肉体は張った。ティラノサウルスをほふったあの時のぶつけていた。本日は矛盾せず、矛の勝ち。